はい、皆さんこんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。ね、なんかちょっとなんかあれみたいや、なんかどっかの魔女みたいな感じですけど、今日これちょっと新しい服でね、京都行った時に買ったんですけど、めっちゃ気に入っててこれ使ってます。で、今ちょっと風で鼻声なんですけど、まあ大丈夫なんで、全然鼻風邪なんで大丈夫です。皆さんも風邪とかには気をつけてください。はい、で今日はですね、何の動画かと言いますと、ひまわりちゃん、なんとなんと1歳を迎えました。1月16日に1年になりました。で、私も、母になって1年になります。いや早いなと思ってて、で、今日はですね、その今後出産に向けての方がたくさんいると思うんですけど、その出産の時に必要なものとかをね、この記念にしていきたいと思います。あとは私の出産の、お話のエピソードなどもお話していきたいと思うので、楽しんで聞いてください。日付が変わった1月15日の、深夜3時にですね、陣痛、それから破水が起きました。あ、違うわ、破水と陣痛か。夜中に急にお腹グーってこう締め付けられるような痛さが来て、え、何って思って、ちょっとトイレ行こうと思ってトイレ行ったんですよ。ほんでトイレ行って、とりあえずシャーってね、尿が出たんですけど尿出たから、あ、トイレ行きたかったんかなと思って、まあ大丈夫かと思って寝たんですよ。で、寝ようと思ってお布団に入って目つぶった瞬間、またお腹がギュッと締め付けられるような、ねじられるような痛さが来て、うわ痛っって思った瞬間に中でプチンって聞こえたんですよ。で、シャーッつっていきなりもう破水、思いっきり破水して、布団もズボンもびちゃびちゃになって、でもその瞬間グワーッと陣痛が来て、で、ミドルくん、オッケー、破水したって言って、ほんでミドルくんって起きて、そう、って戸惑ってるんですよ。で、今から病院行ってくるって言って、ミドルくん実の親御さんにこう伝えて、私たちは病院に向かうんですけど、そっからもう地獄地獄で、不安はすごいありますね。あとはやっぱでも我が子に会えるっていう、そのドキドキ感っていうのがあって、いやもう早く会いたいなっていうのもあったんですけど、それでまあずっと待ってたんですけど、なかなか来ず、で夜中の午前中には、まあ私は15日の日に生まれるかなと思ったんですけど、看護師さんに生まれないですって言われて、まだまだ生まれないんでもうちょっと待ってくださいと。で、ご主人はもう一旦帰っていいですって言われて、うわーと思ってすごい不安やったんですけど、それでもなんかずっと生まれへんくて、で、そっからいろんな促進剤もしたりとかしたんですけど、なかなか生まれず、翌日また16日に日付が変わりました。もうその頃はギャーギャー叫ぶほど陣痛の痛さが激しくて、もう暴れまくって3人の先生に抑えられての、すごい迷惑な多分妊婦さんやったと思うんですけど、すごく痛くて、で16日の夕方にですね、先生が人工破水しますと、あんまりまだ生まれてくる気配がないので人工破水すると、子宮口が、開くんじゃないかと言われて、とそれで人工破水を先生にしてもらったら、その夕方から夕方、いつぐらいかな、5時ぐらいから人工破水したんですけど、そっから20分ぐらいで急激に開いて、で、もう少しやから頑張ろうって言われて9時49分に、無事ひまわりちゃんを出産しました。しかも普通に出産じゃないんですよ。吸引分娩って言って、赤ちゃんの頭、お、怪物が来た赤ちゃんの頭にこうガチャッとはめてこうギュッて吸引するやつなんですけど、あれをしたんですけど、やっぱり赤ちゃん生まれた時ちょっと頭伸びてて、そこはすごい心配だったんですけど、すぐ治るって言われたんで、治ったんですけどね、ひまちゃんね。あー、でもあれは辛かったな。でもめっちゃ生まれた瞬間すごいんですよね。生まれる瞬間ですか、こう赤ちゃんがこうグワーって出てくる瞬間ってすごくて、でっかい便が出るみたいなあ、でもすごくほんまに幸せで、産んでよかったなってすごく思いました。感動しました。じゃあ私のそのエピソードを話したところでですね、妊娠中、それから入院時に必要なものを
ちょっとお伝えしていきたいと思います。まあ、病院通われてる方全然ご存知の方いっぱいいると思うんですけど、まず絶対いるなって思ったのが、ペットボトルにストローですね。飲めないんですよ。自分でこうストローでこう飲むんで、穴開けるかも、それ用のペットボトルは絶対必要なのと、あとはちょっと甘めのジュースっていうのもいいかなと思います。ご飯とか食べる気力なくて、ひたすらこうなんていうんですか、痛さをグワッと耐えるので、まあ、ちょっと甘めのやつとかを用意してるといいかなと思います。であとは自分の洋服は絶対いります。私急ぎすぎてて自分の服用意するの忘れててパジャマで帰りましたっていうことがあったので、自分の服は必ず用意しとくのと、あと赤ちゃんの洋服もいります。でおむつとかも私用意してたんですけど、おむつは事前にですね、病院でもらえるのでおむつは、ね、いらないところもあります。あとは、ニペアプルっていうこれぐらいのねチューブのちっちゃいやつなんですけど、最初のやっぱ授乳ってすっごく痛くて裂けるほど痛いんで、保湿するためにクリーム塗ってラップをつけるとすごくいいので、ぜひやってみてください。人によってはやらん方がいいっていう人もいるので、かえってこう肌荒れしちゃったりするので、まあ自分の肌に合うやり方がいいかなと思います。あとは優しく、洗ってあげるのがいいと思います。やっぱり赤ちゃんの唾とかで唾液でこう余計かぶれちゃったりするので、飲ませた後はちょっと洗うとかするとケアしやすいので、まあ、ひたすら保湿すればまあまあ痛さはマシかなと思います。あとは授乳用の、こうはめるやつがあるんですよ。乳首にとかちょっとピーピーにね、ここにどうしたの、はめるやつとかがあるので柔らぐかなと思いますね。ひまこひまわりちゃん、はい、ひまちゃん何歳ですか。1はそう1、そう上手、バイバイして、ほらバイバイ、あそこバイバイ、こういうことばっか教えてたあかんね。もうちょっとで保育園行くねんな。もうちょっとしたら、今引っ越しの準備中なんですけど、新居に引っ越すことになったんで、詳しくルームツアーしていきたいと思うので楽しみにしてください。まあ、必要なもんそんなもんかな。あとおすすめの、お尻拭きがコストコに売ってる大きいお尻拭きなんですけど、これぐらい分厚いやつで1枚がすごい分厚いので、うんちとかもそのまま1枚でできるのですごくいいです。まあ、写真こんな感じなんで、ぜひ皆さんもですね、あいてててててい、お尻拭き、ぜひコストコで買ってみてください。すごいおすすめですね。これぐらい大きくなって、もう1歳になるんかと思って寂しいような嬉しいような。ママに、じゃあひめちゃんママにチュー、嫌やって。なんでかわかります、化粧してるから唇が赤いから嫌なんですって。嫌だな、かわいい。ではですね、私が、出産の時のちょっとだけで動画見せたいと思います。一部公開です、どうぞ。陣痛が5分から4分おきになってきました。みーちゃん頑張れ、記念撮るからな、頑張れ。そう頑張れ。はい、力抜いていいよ、レバー離して、レバー離して、そっちも。はい、かっちゃん出るよ。あー出た、あーかわいい、はい、いやね、もう
ね、最初の方調子乗ってたんですけど、だんだん痛なってきて、母入って、デブいね、あの時、太くてびっくりしますよ。あれは太すぎたな、ひまちゃん。もう、めっちゃおデブ。20をこんなのだって、もうね、自分がデブってあの時気づけなかったですからね。まあ、みんな太い。ねえ、まあ、その後ダイエット頑張ればと思うんですけど、まあ、妊娠糖尿病にも私なってるので、どんだけやっぱ食気をつけてても遺伝っていうのも結構あったりするんですけど、やっぱり食事管理って大切で、今まあ私あの栄養士の方とかと一緒にこう栄養の勉強とかしてるんですけど、やっぱり栄養って大切で、で主人にも健康で生きてもらうためにやっぱり食事管理っていうのはすごく気をつけるようにしてます。やっぱり野菜とタンパク、まあ、いろんなのを食べるのもそうなんですけど、やっぱりそのバランスよく食べてね、まあ、極力良くないお菓子とかは食べないようにさせてます。みんなの子お菓子大好きなんでね。それではまた皆さんお会いしましょう。グッバイ、ひまちゃんバイバイして、バイ。